こんにちは、ワールドリエタスです。今日はツヤ肌メイクをダラ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 喋りながらやっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。ツヤ肌秋メイクっていうことで、前ジョンソン&ジョンソンの動画を上げた時にもお話をしたんですけど、ファンデーションとかに混ぜるとめっちゃツヤになるよっていうお話をしましたが、それをやっていこうと思います。使うのが BB クリームです。モイストラボ BB エッセンスクリームのナチュラルベージュ。こちらをまず手の甲に出して、ここにベビーオイルを垂らします。出た！一滴きれいに出た。一滴で OK です。混ぜます。この時にしっかり混ぜておかないと顔にのせた時にいろいろ大変なことが起こるので、ちゃんと混ぜておきます。顔にのせていきます。私日中乾燥してすごい痒くなっちゃうので、この方法がすごくいいということが分かりました。乾燥肌の人は溶け込むのが早いらしいですよ。オイリースキンの人の方が溶け込みにくい見た目の感じでね。だからもう私はオイルを塗ったくろうって思いました。すごいツヤじゃないですか。いい感じ、いい感じ、いい感じ、ツヤ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 、キラ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 。ちょっと余分なのをポンジで取ります。で、そしてこの BB クリームがすごい良かったんですよ。このビーズアップのビューティー定期便でいただいて入ってたものなんですけど、すごく良くて、もうやばい。これはなんか伸びが良くて、 BB クリームでも結構柔らかい BB クリームで、すごい使いやすいです。めっちゃびっくりした。これしたらコンシーラーで気になるところを隠します。やばい、隠すところがいっぱいある。やっぱり鼻の下と口角をコンシーラーつけるかつけないかで全然違いますよね。そしたらこちらをつけていきまーす。キャンメイクシェーディングパウダー01番です。うわ、つきすぎた。ほんと顔がでかいからね。何なんだろうね、この顔のでかさは。私両親小顔なんですけど、なぜか私めっちゃ顔がでかいんですよね。どこでもらってきたんだろう、顔の面積。したらハイライトです。きたね、爪デコルテのマジーデコフェイスカラーを春姫のブラシでつけていきます。ここの C ゾーンとちょっと T ゾーン、ちょっと T ゾーンだけ。はい、チークはこちらです。キラ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 、ジルスチュアートのブラッシュブロッサムチークカラーの10番です。こんな感じなんですけど、こっちの赤い方を使っていきます。これネットみたいになってるので、ブラシにとってと調節してからのせます。ヒュー。そしたら眉毛を描きます。眉毛はキャンメイクアイブロウペンシル04番。私眉毛キャンメイクで十分なんですよね。これ400円ぐらいなんですけど、アイブロウに1000円とか2000円とか出せない。私まあ基本的にもちろん魅力的なんですけど、高い化粧品って何が違うのかなって思ってて、ファンデーションとかだと保湿成分が入ってたりとかもするけど、最近はキプラのコスメも進化してきてるから安くていいなって思うんです。色ついてればいいかなぐらいの感じです。スミヘビーローテーションカラーリングアイブロウの03のアッシュブラウンのマスカラを使います。眠くなってきちゃった、眠くなってきちゃったっていうか、私いつも眠いんですよね。なんか休みの日とか一日中寝ちゃうんですよね、なんもない時とか。でももったいないって分かってるんですよ。なんか寝ないでいける方法はないのかね。したらちょっと口が乾燥するから最初に口やっちゃいます。ほんと最近口乾燥しますよね。このシュウ上村のビューラーでまつげを上げます。根元、中央、毛先。なんか私な、痛くないんですよ。いつまでも若く痛くて、どうしよう、年取りたくないな。そしたらケイトのラッシュマキシマイザーをつけます。妻でも若くいたい、本当に一生若くいたい。
一生高校生でもいいかななんて。高校生っていいですよね。何も怖くないし、なんかいつも爆笑してた気がする。くだらないことでも面白かった。アディクションのザ・アイシャドウの027番、こちらをまぶた全体にのせていきます。エルフのブラシを使います。年を取るって嫌だな。もちろん大人は大人で楽しいことはありますよね。高校生の時はね、早く大人になりたいとか思ってたけど、若くていいに越したことはないですよね。何を喋ってんだか。綺麗、すごい綺麗、キラ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 。今日そう、ツヤ肌メイクなので、ちょっとまぶたもツヤっぽくしたいなと思って、目の下にも同じの入れます。はい、入れました。アディクションザアイシャドウの031番、ちょっとコーラルっぽいピンクですね。これはピンク、なんか写りはおかしいな。ピンク、ピンク、ちょっとピンク、サーモンピンクみたいな感じの色です。これを目尻側に色を入れていきます。この目のくぼんでるところからはみ出ると、泣いたのみたいな顔になっちゃうので、そこからははみ出ないように注意をして入れていきます。はい、そしたらケイトのトラップインパクトアイズの GN1番のアイシャドウのこのグリーンのカラーを使います。カーキみたいな色ですね。これを目尻、目のラインみたいな感じでいきます。そう、最近このピンク、サーモンピンクとこのグリーンの合わせ技にハマってて、すごい綺麗。本当はおでこのシワがやばい。そしたら目の下3分の1にもこの同じ色を入れます。この時に上の色とくっつけてくの字になるように入れるのが私なりのポイントです。見えます、色。そしたらこれのここの白い色、目頭側にちょっと足します。ちょびっとね。そしたらアイライナー、また出た、デジャビュブ、デジャビューの一着アイライナー、グロッシーブラウンでアイラインを描きます。ちょっと流して、ちょっと長くして入れました。黒目の下、ここの粘膜に色を入れます。だけ、真ん中だけピョ。そしたらヒロインメイクのボリューム&カールマスカラ S の02番、ブラウンの色をつけます。そしたらリップはこれ、キャンドゥの AC クレヨンリップの05サーモンピンクで、サーモンピンクっていうか結構普通にピンクなんですけど、黄みの強いピンクかな。でもサーモンピンクってもうちょっとサーモンですよね、ちょっと違うけど、でも綺麗な色ですごく好きです。結構ロクシタンのリップがグロスっぽくて、このクレヨンリップを重ねてもこういうツヤっぽいのが残ります。はい、こんな感じで私の秋メイクでした。終わっちゃった。違う違う、忘れてた。これエルフのロングラスティングアイシャドウのゴールド。ゴールドが好きなんですけど、これを目の中央にちょっと足します。キラキラ。お、ちょっと目の中央に立体感を出しました。はい、これで私の秋のツヤ肌メイク完成しました。こう顔振った時のツヤがすごく好きです。ツヤ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 。ポイントは2つです。こういう BB とかリキッドファンデーションにベビーオイル入れるといいよっていうことと、サーモンピンクとカーキの組み合わせは最高に可愛いよっていうことを伝えたかった動画でした。なんか前髪が調子が悪い。よかったらやってみてください。バイバーイ。